皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。いやー、皆さん今日もね、ラバちゃんのユーロトラックシミュレーターのおすすめモッドなんですけども、まあ画面に出てる通り、こちらグランドユートピア、ついにバージョンの、1.14 の3が出ましたね。前回2でバグで途中で落ちるっていうものが多発しまして、しばらくやってませんでしたけども、こちらの方が全て修正入りましたよということで、グランドユートピアのバージョン、新しいのがライラブルになりましたよと。でこちらの方の記事の方から来ますとですね、グッバイ Google ドライブということで、新しくダウンロードする先がですね、トラックモッドになりましたということで、新しいですねリンクになってるんだと思います。はいと。でまぁ、ちょっとこちらの方からダウンロードディスマップで行ってみましょうか。でこちらですね、まあ前回の通り、こちらのエキスパンションマップ入ってなきゃいけませんので、まあ全部ですね、ほぼ8つあった分の8つのうちの7つなんで全部ですね。でダウンロードリンクこちらでございます。はいと、来ましたね。こっちがトラッキングモッツ、新しいですね。このサイト見たことないんで、ちょっとこれまた私後でサブスクして見ておきます。はい。こちらの方もちょっと紹介していこうかなと思いますんで。で、グランドユートピアですね。こちらの方。いやー、新しく、あれですね。また。あ、ごめんなさい。あー、綺麗ですなー。これいいじゃないの。下の方に行きますと、ディスコードとか入ってますので、入れる方は。で、こちらですね。263GB と。まあ、3メガと。で、こちらの方クリックします。初めてなんですよね、私。Your download will start shortly. 待ってますけど。はいと。Thank you for... ああ、ダウンロードされてますね。はい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 。ああ、楽じゃないの。なるほど。そこでそのまま SCS ファイルになると。あ、これ便利ですな。はいと、終わりましたね。そうしましたら、じゃあグランドユートピア、このまま SCS ファイルなんで、一旦こっち持ってきまして、ドキュメントですね。いつものようにユーロトラックからモッド開いて、これ入れるんですけども、今入れましたね。入れたんですけども、グランドユートピアなので、どこだ、 G あった、この 1.42 の方を消しときます。過去の分を消しちゃってください。はい。でこの前 1.43 の部分だけ残して起動します。はい、ということで、今モッドマネージャーの方に来ましたけども、まああれですね、ユートピアのモッド入れてらっしゃった方は、こちらに旧バージョンがさっき消したのでなくなってるということで、こちらの方を戻していただいて、新しい方ですね、こちらの方を入れるということになっております。はい。で、そうしましたら、変更確認しまして、はい。と、このように、雨が今めっちゃ降ってますけども、無事に起動ができましたと。で、まあ、皆さんいつもなんですけども、マップ、アップデートした際には、こちらのですね、ワールドマップ、開けるかどうか確認してください。はい、無事に開けますね。で、今まで行った部分のこの白い道も、ちゃんと適用されていると。いうことになっています。まあ問題なさそうですね。あとはまあ走ってみて大丈夫であればっていう感じだと思います。はい。であれですね、またここ直ったと思ったら、またあれですね、ボルボの上の部分がピカピカ光る、またバグが出ましたな、これ。まあ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 、そんなに気にならないので、このままやっておりますけども、これでまあね、ちょっと無事に今のところはアップグレードできたので、このままちょっと走ってちゃんとできるのかなっていうものを、ちょっとね、ゲーム実況で撮っていきたいと思いますんで、皆さんそちらの方ね、楽しみにしていただけたらなと思います。はい。ちょっとライブの方はね、ロードトゥーエイジア、あちらの方やっておりますんで、で、ロードトゥーエイジアなんですけども、ちょっと入れ方わからないっていう方、紹介してる番組じゃないので、海外の YouTube でもないんですよ。なので、そちらの方、私、ちょっと詳しく、
この後も続けてゲーム実況を撮っていきたいと思いますんで、おすすめもっと撮っていきたいと思いますんで、皆さんね、楽しみにしていただければなと思います。で、ロードトゥエイジア、私ソウルまで行きましたら、またユートピアの方をやっていきたいと思いますんで、そちらの方も引き続き楽しんでいけたらなと思います。はい、ということで本日はユートピアの最新版ですね、 1.143、こちらの方のアップデートの方法をご紹介いたしました。はい、では皆さん、またね、この次に撮るロードトゥエイジアご紹介モッドでお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。